でこう、どんどんハマっていって。はい、で、まあ、事前にこれも、ちょっとこう、ウェブ上の情報で見させていただいたんですけど、もう本当にその後もこう、いろんな事業に取り組まれてますよね。そうですね<ス>。ちなみにその、あの、はい、はい、はやっぱりその、はい、あの、僕、企業とかかっこいいことじゃないんですよね。アパレルとか言ってるんですけど、いやいや、ただの古着のバイヤーですっていう、はい、今で言う SDGs とか流行りの古着屋ですみたいな。古着屋、 不思議な商売です、みたいな。うーんああだから、正直あの、今流行ってるシュプリームとか色々あるんですけど、いや、大学生の時に普通に、あの、ニューヨークのメッセンジャー捕まえて、100万円送金して、店頭買いして、こっちで、並行輸入で、雑誌通販とかやってました、みたいな。それ26年前ですね、みたいな。はい。 はい,は,いはい。もうそんな感じで、なんか、商売に目覚めちゃったみたいな、うんなん綺麗なファッションとかアパレル業界の人でもないんですよね。ああ、なるほど。はい。だからそのフリーマーケットも最初10万だったんですけど、はい。最終的に最高、大学3年生の時に、よい公園2ブース出して、友達、大学生の友達3人ぐらい手伝ってもらって、うん。一日なんと、フリーマーケットですよ。はい。一日112万売った、電子送ったんですよ。 ええー、すご。21歳の時ですかね。21でそんな、はあ、いないですよね、そんな人。はあ、だから19からもうその2年でもう毎週のように行って、買い付けしてとか、はい、で、フリマだけじゃなくて、いろんな海外仕入れたりとか、はい、過剰材買い取ったりとか、過剰な、中国のパートナーと知り合ってっていうのとか、いろんなもう輸入してとか、 はい、結構大きいビジネスを大学生の頃やりだしちゃって、みたいな。んそんなこんなが今で言う企業だったんですよね。企業っていう言葉でもなかったですよね。んなんか楽しいからやってたみたいな。えー、今、学生はこう、企業ブームで、割とこう、起業する人増えたなって思いますけど、中地、はい、さんの時なんか多分、本当に起業してる学生なんかいなかったと思うんですよね。そうですね。えー、なんか、起<う>業っていう意味、子供さえもいなかったですもんね。<あー> <laughs> なるほど はい。<ー>だから本当好きなことやって、はい。宝探しが好きで、それが2倍、3倍売れて、みたいな、やばい、嬉しい、うん、みたいな、はい。このワクワクは何だっていうのを追求してきて、結果それが商売になっちゃった、みたいな。ああ<ー>。はい。なるほど。その延長で22で初めて、あの、僕大学4年の時中退したんですけど、名古屋の駅前のファッションミアで、はい、お店出したっていうのがきっかけだったんですけどね。それが一番目の企業になるんですかねっていう。 ああ、22歳の時に。はい。その時に個人事業で立ち上げて、みたいな。役を作って、はい、みたいな。横浜で倉庫借りて。はい。はい。あの、通販、あのはい、その時ヤフオクだったんですけど。うん,うん。うん。ネット通販、卸小し、小売店屋卸し。まあ、あと、名古屋の木村のファッションメールで初めてお店出して、みたいな。はい。はい、あ。なるほど。まあ、こう、ファッションアテンダント、はい。立ち上げる前に、いろんな、こう、あの、アパレルファッションっていうような分野で、 あのいろんな授業やられてきたかなとは思うんですけどなんかこう横地さんの中でファッションアテンダント立ち上げる前の期間でなんかこう一番挫折した経験とか失敗経験とかちょっとそういったものがあればあのお伺いしたいなと思ってましてなんかこう、はい、そういったはいあのルーツでルーツの中でもやっぱ特にそういう逆境とか失敗の経験っていうのがこう今の横地さんを形成してるんじゃないかなと思いましてそれで言うと。はい どうですかねこう、まあ、いろんな、こう、挑戦を横地さん、これまでの人生でされてきてるかなと思うんですけど、ファッションアテンダント立ち上げる前で言うと、なんかどういったようなことがありましたかはい。まあ今でも常に挫折中なんですけども。あ<ー笑>あ、そうなんです。はい。<laughs> はい。というのも、ファッションアテンダントのサービス立ち上げる時からもそうなんですけど、はい、あの、社員は取らない。 事務所も持たないっていうのを貫き通してて、みたいな。うん、なんかすごい、バイバイゲームで、ね、はい、成長して、上場してとか、なんかすごい、なんかそんなんじゃなくて、みたいな。うん、っていうのもそれも、なんか失敗と経験を繰り返してるから、はい、あのー、今そういうスタンスでやっ,てやってまして、というのも僕はあのー、20代を去って古着、リサイクルとかの商売をずっとやってたんですけど、店舗店舗会もして、ブランド古着屋を、 30の時に、あのー、一回事業、あのー、僕の会社はコンサルで入ってくれたパートナー、年上のパートナーがいたんですけど、外部コンサルとして、その人にバイアウトして、経営も、うん、あのー、譲って、僕ノータッチになったんですけども、はい、うん。というのも、それも、あのー、恥ずかしながら、その、会社20代でブイブイやってたんですけど、うん、途中で、 まあまあ、いいも悪いも飽きてしまって。<ー>あの、はい。デイトレーダーにはまり出して。デイトレーダー急に。はい。盛り替9台並べて。ええー。もう朝7時起きて相場みたいな。うん。買って売って買って売ってみたいな。もともとやっぱそういう商売が好きだったんで。はい。はい、うん、それをね、勉強し出すと、今でいうセカンドストリートって、もともと 4U っていう四国のブック系のところが、あのー、やってて、 ヘラクレスって事情に10億ぐらいの時価総額だったんですよ。はい、で、キャオさんに買収してとか、あの、その当時、まだ米用が300億ぐらいですか。あ、ポイントって今、アダソリアになってる企業が、あの、6000億で時価総額。ネーム、認知とネームが、あの、いないって言っとまだ3000億で、ね、みたいな。なんかそこら辺の経済のいろいろ見て、あ、僕がやってるブランドリサイクルの事業って、マックス米用か、みたいな。 うん。うん、で、セカストっていうのが流行り出してて、みたいな。それって中国ぐらいの地下総庫しかないんだ、みたいな。ろいろ勉強して、うん、なんか俺がやってきてるのってこのマックスなのか、みたいなのを、なんか、日記だったっていうか、うん、自分の中で、みたいな。<ー>で、その、はい、堀リエさんとかいろいろその IT バブルがいろいろあった中だったんで、2000年代だったんで、僕は学生の時からいろいろやってたんですけど、はい、なんかその IT の人たちが、なんかすごい抜かしていくっていうか、もう俺の方がちょっと早くやってるのにな、みたいな。うん まあ、っていう、なんか、外のなんか経済とかいろいろ勉強していくと、はい。あのー、で、それでちょっと事業、バイオ、ちょっとしてバイオして、さあ次何やるって言った時に、うん、僕は、あのー、快適トイレナビって、ええ<ねー> <laughs>、まあ。iPhone の 3GS が出た頃ですね、アプリが出始めた頃に、はい、あのー、知り合いの元東大生の子に、 大学院生の東大生を紹介してもらって、うん、はい。その、まあ、技術者ですよね、今でエンジニアさん。うんはい、数学系が得意だった東大院生だったんですけど、はい。その二人で、僕の思いの快適トイレナビっていう、あ、うん、の、まあ、アプリ立ち上がった当初だったんで、僕が欲しかったのって、地図上に、先のトイレがありますみたいな、ピンがあってみたいな、そんな昔だったんですけど、僕が欲しかったのは僕、オシュレット派で、 徹底的なウォシュレット化でうるさいんですよ。はい、だから、うんうん、このコンビニトイレはウォシュレットだったりとか、はい、六本木ヒルズのここは穴場ですよとか、六本木ヒルズもグランドハヤって,てホテルがあって、そこのホテルは温水が出て、みたいな、あパフュームもありますよ、みたいな、はい、そういう食べログのトイレ版みたいな。そ、うんなん欲しいって自分が欲しかったんで、はい、それをアプリでその東大生、 と一緒にやろうとしたんですけど、やっぱり僕が、はい、まあ、超絶アナログなアパレルの人だったんで、はい。うん。まあ、ネット事業って通販事業って言っても、ヤフーオークションストアとか、そっちだったんで、はい、リサイクル業界だったんで、はい、うん、なんか、思いだけ強くて、はい。全然その、優秀な学生も、理系の学生もコントロールできなくて、みたいな、立ち上がりさえもできなくて、みたいな、はい。うん。うん、なるほどです、ね。その苦い思いがありましたね。はい その次も、あの、またちょっと全然違うパン屋さんをやろうとしてて。パン屋さんはい。っていうのを僕、パンとスイーツオタクなんですよ。ええ。はい。あ、うるさいんですかスイーツ。はい。まあ、こう、いろんな、こう、あの、アプリ立ち上げたりとか、いろんなサービス仕掛けてきてたかなと思っていて、で、それで、こう、今の、 ファッションアテンダントっていうところにつながって、で、こうファッションアテンダントのこう、まあ、サービスの,あの具体的なところとかも、先ほどお伺いさせていただいたんですけど、ちょっとすみません、あの最後になるんですけど、あのぜひ横地さんの中で、あの今後、ファッションアテンダントこうしていきたいとか、あのこういうことを仕掛けていきたいとか、ちょっと本当に簡単にで、一言二言ぐらいで結構ですので、ちょっと最後にその未来への展望っていうところをあのお伺いできればなと思ってまして。 そうですね。あの、ファッションだけじゃなくて、僕はもともと、まあ、さっきも言ったんですけど、センスと経験の時間を買うっていう、で名前も、あの、僕の会社は、タイムテックラボって、時間のテクノロジーの研究所みたいな感じなんで、ファッションじゃなくて、実はインテリアのサービスもやってますし、今仕込んでるのもコスメだったりとかもしてますし、はい、で、今本気でちょっと力入れて世界線として戦いたいのは、今すぐウィンドウショッピング行ってくれる、 おしゃれな人をマッチングできるっていう、マッチングアプリをちょっと今、うん、ショッピングパートナーっていう。はい。はい、はい。Tinder とかタイミーとかに近い、今すぐマッチングのショッピングパートナー、はい、出会い系じゃない。うん。おしゃれな人が今、渋谷でち茶してて合流してくれるガイドして、うんはい、下北で、みたいな、浅草で外国人が1時間後にうちのサービスアプリ使って、僕らが登場して、みたいな、そういうマッチングサービス。うん ガイドサービスみたいなのを、はい、ちょっと中国語、英語化で、世界線でやろうとしてます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっと、はい、あの、ファッションアンテンダントのことですとか、過去のこと、で、今後の展望っていうところをお伺いできましたので、あの、今回、あの、深くお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 あ,ありがとうございました。はい。あのー、ぜひですね、あの、この動画見てくださってる皆さん、あの、ぜひ、ファッションアテンダント、でそして横地さんの今後の展開、楽しみにしていただければと思います。はい。それでは、あの、株式会社タイムテックラボの横地社長でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。